時何が起こったんだろう。私たちは竜巻に遭いました。怖い。みんな物はいいからもう車に早く避難して。すんごいぐっちゃぐちゃだ。今僕たちはジョーンズレイクっていう湖に向かってます。バンクーバーから2時間ぐらいちょうど着くので、そんな遠くないです。まあ、これ今日ここに向かうのが、48時間ぶりに向かいます。こちらが2日前にちょっとそこに行って竜巻でちょっと死にかけて、これ根元からもうがっつりやられてるね。根元から折れちゃってるよ。めっちゃでっかい木が。その時にちょっと積んで来れなかった荷物とかをちょっと回収しに、その山の奥の湖まで向かってるんで、ちょっと今回はそういうものも取りに行きながらの旅になります。キャンプとかさ好きじゃん俺ら。うん、だけどやっぱり時々さ自然って急に牙を剥くからさ、俺も何回もキャンプ行ったけど、竜巻が横をかすめてったのは初めてだし、やっぱり命の危機を感じたよ。うん、ちょっと本当にヤバいかもしれないって思ったから、だからって言ってなんかちょっとね、置き去りにした荷物とかゴミとかもちゃんと回収しないとさ、俺ら自然が好きだからそういう自然に対して失礼かなっていう。ちょっと2時間だけどね、片付けに、今から向かっています。またなんかストーンみたいなの来たのかな。すごいね。ハビーが木をどかしてます。この間で脆くなったやつが今になって落ちてるのかな。木が倒れちゃってる。嵐でなぎ倒された木が道封鎖しちゃってたんで、チェーンソーで全部切ってます。すごい竜巻だったからね。あそこら辺もあっちの方にも太い木がねたくさん。2度目のジョーンズレイクは全然違う。めっちゃ綺麗。めちゃくちゃ綺麗なんだよね。そして残したものがあそこにあります。雪が溶けてる。置き忘れたキャノピー。積み込みました。で、山を今30分くらい降りてきてハイウェイまで来ました。今からバンクーバーに戻ります。はい、ちょっと疲れたね。うん。
これが薪ストーブでーす。この薪ストーブでこれお湯沸かしたりできるんだよね。これ煙突がついてて、そう。その奥では焚き火してます。すごくないこれ。すごい。あ、でももう味付けはされてるんだ。味付けしてる。チームさ、果てしなく煮るからさ、このまま丸ごと皮だけ煮てさ、はい、これダッチオーブンで煮込むやつ。豚のすごいでしょ。向こうで。あ、これがいる。左か。全部なくなった。全部。夜中の2時なんだけど、すんげえ嵐が来て、全部キャノピーっていうかあのテントもう飛ばされちゃって、テントも折れちゃって、物も全部吹き飛んじゃってぐちゃぐちゃになっちゃったんで、車に避難しました。湖の横でキャンプしてたから、波で水がすげえ迫ってきて、一旦車の中に避難しました。本当にちょっとやばい、これはね、命の危機です、落ち着くかな。落ち着くまでちょっと車の中で待機しよう、これは俺も人生でこんなすごい嵐初めてです、キャンプで。まあいろいろ命あってだから、とりあえず物は全部置き去りにして車の中にちょっと避難して、ちょっと待とう、ね、嵐が収まったら見に行って、どんなになってるか。ズタボロだね。今もまだすごいから、とにかく早く片付けて。水位も上がってきてて、結構危なかった。よくわかんないけど、テントの中に、ね、物を急いで入れたから、テントの中は結構無事だけど、今回はいろんなものが、買ったばっかりのものが壊れちゃってすごく残念。テントも今立て直してくれようとしてたんだけど、ハビーが。だけどもう支柱が全部折れちゃってたから、この潰れたテントのまま
急いで中に入れたこれを、はあ、大丈夫だった。みんなで片付けて、で今からパッキングを始めるそうですが、犬も一緒にいたんでね、おじさんは。